政治への不信や疑念を生んだ自民党の政治資金パーティーをめぐる裏金問題。身内の論理での幕引きに道内の有権者には怒りが広がっています。何も真相を語らないでそういういい加減な処分だけで言ってごまかそうとしてる、とんでもない話で許されないですよ。党内のことでおやりになるわけだから、それは勝手におやりになればいいなと思いますけど、多分次の選挙では入れないでしょうね、自民党には。処分を受けた道内関係の議員は3人。過去5年間の収支報告書への不記載額が2196万円の堀井学衆議院議員と2057万円の橋本聖子参議院議員は党の役職停止1年間、また990万円の和田義明衆議院議員は戒告処分となりました。内閣府副大臣だった堀井議員はすでに辞任しているため実効性がないとの指摘もあります。和田議員も今後の議員活動に特に制約はありません。3人が受け取ったキックバックの額は5200万円を超えます。ちょっと軽すぎるんじゃないかな、ちょっと普通では考えられませんよね、一般社会ではね。庶民がね、1年かけてももらえないようなお金を使うわけだから、ポケットしちゃうわけだから、本当に年金受給者としては腹が立つことですね。ますます政治に関心はなくなりますね。一方、500万円の線引きで処分の対象にならなかった高橋晴美参議院議員は厳重注意にとどまりました。自民党の総裁でもある岸田総理自身はお咎めなし。これでけじめはついたのでしょうか。政治資金規正法の改正等によって、再発防止、政治改革に全力で取り組まなければならない、取り組みぶり等をご覧いただいた上で、最終的には国民の皆さん、そして党員の皆さんのにご判断をいただく立場にあると考えています。うまく逃げている感じがして、やっぱり納得いかないなってものがあります。森本首相とかああいう人はもう全然大した調べしてないでしょ。あ、これも自民党体質が出たなって。自民党内のその派閥の幹部の権力闘争の結果こういうふうになったっていう説明が一番すんなり分かりやすい。まさにポスター岸田レースで岸田さんが生き残れるかどうかのゲームがボーンと始まっちゃったっていう感じ。迷走する実態解明の先に浮かんできたのは次の総裁選を睨んだ権力闘争の姿です。これまで最大派閥の安倍派に支えられていた岸田総理ですが、今月28日に行われる東京、島根、長崎の3つの衆院補欠選挙の結果が今回の処分に対する国民の評価になります。